皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、大手シェでございます、えー。ご視聴どうもありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか ?2022 年も、まあ、あっという間に12月になって、12月に入ったら、あっという間に、もう、ザザザザザっと3分の1ぐらい終わっちゃいましたね。シワスなんてね、言いますけど、ね、あの、坊さん が走り回るほど忙しいなんて、ねえー、言ってますけどなんかあれやりたいなこれやりたいなっていうのがあったらなんかこう完成するところまでいかなくてもとりあえずスタートするっていうところレベルでどんどんいろいろとねこう始めていかないとなんか終わらないですよね本当にっていうようなのがあってあのこの間ねカラオケに行ってきたんですよ そうカラオケ歌ってきたんですよまあねあの中学生とか高校生の時とかはさ、まあ、よく行きましたよカラオケ。ね、で大学生の時は行ってはないけどあんまりあんま行ってないなあんま行ってないなで社会人になってあんまりなんか会社のメンバーとかも行くっていう感じじゃなかったから全然行ってないなっていうようなのがあってもうだからどれくらいぶりだろうっていうのがね分かんないぶりぐらいに行って あっ大切な言葉を忘れていましたあの一人でね行ってきたんですよ一人カラオケでございますなんかいろんなさ一人カラオケじゃなくて一人なんとかってあるじゃないですかねで僕はねあのまあそういう一人ほにゃららは意外と全部いろんなことができる派なんですよ寂しいけどね 寂しいけど、まあできますよ。一人、まあ、えー、ラーメンとか焼肉とかはもちろん、えー、旅行に行ったりとかもね。えー、まあ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 、一人でできるよっていう派なんだけど、まあ、カラオケはなんか別にそこまで大好きっていうわけじゃないから行かなかったっていうのがあるんだけど、なんかね、あの友達と話をしていて、そのストレスの解消法とかってどんなのがあるみたいなのって結構よく僕聞くのね。 その時に一人カラオケって言ってる人が2人いてちょうど12月その2人と会うタイミングがあったからあやばいこれせっかく教えてもらったのだからあのこうどうだったよっていうのを返すためにもやっぱ行きたいなってやばいこれタイミングだと思って今だ行かないとってだってそもそもよく考えれば一人カラオケってめちゃめちゃリスク低いぜなぜならだってあの会う人はね一人焼肉とかだったら とりあえずやってるところを周りにすごい見られるけど見られることなんてないしっていうかそもそもが割と最近流行ってるしだから店員さんからも変な風には見られないしそうだ大丈夫だそしてお金がかかるわけでもないどこにでもあると思って <laughs> こういうのをなんかさなんだろうな分析して考えるのがなんかちょっと理系っぽい感じでなんか嫌ですねうんっていうなのがあってまあ全然なんかあの 経験としてはありやんと思って、で、行ってきたんですよ。うん。まあ、正直ね、どうだったかって聞かれると、なんか、超いいですよ。おすすめしたいっていう、ご利押ししたいほどではないかなっていうような感じかな。うん。まあ、カラオケとか歌うのが好きでさ、えー、あんまりね、こう、大きな声出すこともなくてっていう、 だけど、えー、最近あんまっっててなないなっていうねあのその僕に教えてくれた2人もカラオケ基本好きな人だからさ歌うのが好きな人だから、まあ、そういう人にとってはすごい愛なのかなって思うけど奥、まあ、みたいにこうやってマイクの前でまさに今やんねこうやって好きにさいろいろとこう喋ったりとかっていう,ののいう発散をしているのであればまあ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 別にかなっていうような感じだけどなんか僕はそれよりもどちらかというとあのなんか個室のすごい静か かな空間にいるっていうなのがなんかすごい。 面白くてていいなって思っ思たんですよね。結構すっきり空間じゃないですかあのカラオケルームの中ってでなんか同じようなのってね、まあ、満喫とかかってそうなのかなの最近もう満喫も行ってないからよくわかんないんだけどうんなんかあの狭いとこって結構僕大好きだから狭い中でちょこんと座って、ね、歌うっていうのが良かったなーなんてね思いましたよ。でね、なんかかワンンドリンク制だからさ、 レモンサワーを頼んだんだけど、店員さんがさ、途中でレモンサワー持って入ってきてさ、あのいや、ここで歌うのやめたらなんか俺ちょっとダメだよな、メンタル敗者だなと思って、ちょっと 意地でも歌ってやろうなんてね。思って頑張ったりしてたんだけれども <laughs> どうです。皆さんこういう時あの歌うのやめます。歌い続けます。どうなんでしょうね。なんか30秒ぐらいの出来事なんだけれども。僕の中ではなんか5分ぐらいに <laughs> 長く感じて、あの正直途中でちょっとやめちゃったんだけどね。うんそうなんか。そんなところでなんかね。楽しんでみたりとか。とく 点のね祭典なんていうのもあったりするじゃないねなんかそういうのもちょっとやってみようと思ってやったりとかしてでさねあのこのタイトルにもある通りさあのまあ チェイン・ギャングのさ冒頭を撮っているっていうのがあってさチェイン・ギャングって曲ねブルーハーツの曲でさだからそのブルーハーツ大好きだから、えー、ブルーハーツとか、まあ、ハイローズとか、えー、と福山雅治さんとかを歌ったり布袋、まあ、あさんのバンビーナを歌ったりとかしてで、えー、店員さんが入ってきた時には反町隆さんのポイズンを歌っていたっていうのがあってそう。 あの、リマチタカシさんの歌はね、結構カラオケで歌いやすくて好きなんですよね。あのー、結構高いのがね、高い声が出なくて歌になると、で、喉が痛く、なんかやられてきちゃうから、だからグレーとかすごい好きであの歌いたいんだけど、割とこう序盤の方に歌っとかないと、後半でなんか歌えなくなってきちゃうっていうなのがある中で、そリまチさんは割とこう低めあの人ね、あの地声がまあ低めだからさ、というなのもあったりして、あの、ポイズンをね、えー、あの歌っておりましたよ。 っていうような。 感じでございます。まあ、だから、あの、どうなの、一人カラオケがどうなのかっていうのは、えー、まあ、抜きにして、えー、まあ、別にそんなに時間かかるわけでもないです。お手軽に行けます。いつでも行けます。お金も1000円ぐらいしかかかりませんっていうなのがあるから、一回は経験してもいいんじゃないのかなって思いますので、えー、よかったら一人カラオケね、あの、行ってみてくださいませ。はい。<laughs> っていうところで、えー、ちょっとポイズンの方にね、えー、また話は戻るんだけれども、言いたいことも言えない こんな世の中ではポイズンっていうサブタイトルがついているじゃないですかねあの言いたいことが言えないこんな世の中なんですよねあのまあこのポッドキャストの中でも少しねあのお話ししていたことあるんだけれどもなんかこの YouTube チャンネルの中でも結構その現象が僕の中で起きてきていてなんかだんだんとさこう動画の本数が増えてきてなんかこんな感じの まあ、チャンネルだよね、っていうのが固まってきて、で、見てくれている人も少しずつありがたいことにまあ増えてきて、っていうなのがなってくると、なんとなくこの今までのこの流れを、あのー、変えてしまうのは、なんかダメなんじゃないのか、ポイズンみたいな感じになっちゃってきてて、えー、まあちょっといやらしく YouTube 戦略っていうところって言っちゃうと、あのー、まあ正解なんですよね、その方がね。 あのまあ、テレビ番組と一緒でさ、ね、野球やってる中継なはずなのにさ、急に相撲やったりクイズ番組やったらさ、あれと思ってさ、え、違うんだけど、ここ、野球見たかったんだけど、みたいな感じでさ、チャンネル回されちゃったりするして、ファンにはなってもらえないじゃないですか。だから、このいつもの、まあ、野球じゃないな、野球解説番組にしようか。うん。野球解説番組では、やっぱ野球解説番組とか、まあ、野球にまつわることを話すべきなんですよね。 うん、だからなんかそこの観点で言えばそのね「パタゴニアン解説チャンネル」っていうのになってるのはまあ成功だし正解なんですよね。うん、そうなんだけどもさやっぱりなんかさあの他のことにも興味があるしっていうのとかもあるしあとはなんかその,そのさらにその中で言うとさなんか なんかこういうことは言ってもいいけど、こういうことやらない方がいいよね、みたいなのも、なんか僕の中で出てきちゃったりしてて、あ、これ言えねえな、みたいなのとかもあったりとかしてさ、なんかそういうのって、なんかやだな、ポイズンっていう風に今なってるのがあって、まあ、このポッドキャストを始めたっていうなのがあるんですよ。だからこのポッドキャストの中では、もうそこの、 他のレビューとかの話とかとはもう一切切り離してもう自由に話していこうぜポイズンってあの思っているんですよねそうなんですよだからあのすごい正直にあの言おうかなって思うんだけどあの12月はこれを着るっていうさあの企画を毎月もしくは月末のタイミングに合わせて僕やっているじゃないですか。 ね、で3月ぐらいから始めてまあ今12月だから半年以上ね、えー、続いている企画なわけでございますよ。うん、でまあこれをね、えー、見てくれている方なら多分ご存知だと思うんだけどまあまあみんながあの見てくれて視聴回数が高い、えー、番組になって コンテンツに、うん、なっているんですよね。でそれをきっかけに、えー、このチャンネルを知ってくれたりとかしてチャンネル登録をしてくれている人も、えー、すごい多いんですよ。うん、でそれがねなんかあの、まあ、3月にやった時からだん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 とこう月が増えていくに重ねて、えー、こ,うこうパワーが結構増えてきてて今回のこの12月はこれを着る すごいねなんか先月に比べても格段になんか再生の回数とそのいいねの回数と登録者数がなんかめちゃめちゃ増えてて正直あの驚きを隠せないっていうところになっちゃってるんですよね。まあっていうのも一番最初にねその3月にあの始めた時って。 なんか多分それその月末だか月初だかのタイミングでなんか動画をちょっとアップするんだけれどもあーなんかいいのないなあとりあえずちょっとやってみっかなっていうような感じで割とこうカジュアルに始めた企画。 なんですよ。で、確か台本なんかも,もうほとんどなくて、なんか少しじゃあ来月何切るかなって、まあ今の延長だよねみたいなのを考えて、まあこの辺かなっていうので、で、いつもあのハンガーにスコン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 ってこうやってかけて、でまあこんな感じだよねって言って、よし、じゃあ話し始めよう結構カジュアルにこういうの話すのもいいよねみたいな感じの、なんか、 ノリで始めたんすよ。実はね。うん。そしたらなんか意外にこう見てくれている人が、見てくれた人が多くて、でなんかいいでの数も多くて、お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 、そうなんだ。いつも、いつももっとレビューのとかって、あの、台本、台本っていうかまあストーリーだよね。一字句の台本が僕ないから、あのそのストーリーめっちゃ考えてやってんのに、えー、これそんなのなくて、割とアカペラでやってるのに、こ、こっちでいいんだ、みたいなので、 でまあでもそれさなんかたまたまかもしれなかったりするじゃない最初だったら。で次の翌月になってさまたやってみるとさああまたなんかそういう感じなんだあじゃあこれってやっぱそのコンテンツとして結構ありありないやつなんだねっていうような感じになってでまあなんかやればやるかんやるたびにその滑ることがなくてでまあ続けているっていうような感じなんですよ。だからなんかもう もうこれもなんか正直に言っちゃうんだけど、まだになんか僕の中で、なんでこれがこんなに見てもらえてるのかっていうのが、まだになんかわかってない状態なんだよね。もちろんなんかそんな中では、この、これを、これを着るを見せる中で、えー、こういうふうに見せたら、もうちょっと見やすいよね、とか、こういうストーリーであげるといいよね、みたいなのの、なんかその中側の、えー、構成的なところの、あのー、 ちょっとした手を加えたりとか、なんかね、えー、いろいろ試してみたりとか、着た方がいいのかなとか、詳細も説明した方がいいのかなとか、あ、昔のレビューのやつやってるから、これもここにちょっと差し込んでみようかなとか、なんかそういう風なのの工夫はやってるけど、そもそものなところが、なんかあんまり腑に落ちてないっていうか、うーん。 他のレビューって結構頑張ってストーリー考えてるんやけどなーみたいな感じになってる複雑な心境っていうなのがあって、そうなんですよ。でもね、なんか確かにね、そうなんですよ。基本的に。その、僕がなんか頑張っ,頑張ってっていうか、僕がその準備をして、なんかこれ絶対 実際にいい動画だって鼻息を荒くして作れば作るほどにあんまりなんかあのリアクションがいまいちだったりとかで割となんかあ少し時間ないかなとかああこれちょっとうまく言えてないなここっていうのとかなんかいまいちだなと思っているものほどなんか、ね、反応が良かったりとかなんでこれが逆やねんっていうような感じに。 ななるんですよなんかまあそれってよく言えば肩の力が抜けているからっていうのなのかもしれないんだけれどもいやでもさーっていうのがなんか僕の1ヶ月に1回のなんかやりきれないなーっていうあのモヤモヤしているのがあれなん,すよ、ね、そうなんですよね。まあだからありがたいことなんですけどうーん。 これはでもすごい良くないことですよね。こうさ、あの小室哲也さんみたいにさ、こうヒットメーカーみたいな人がさ、あ,あれはさ、こう,こういう曲作ったらもうみ,んなみんなが喜ぶ曲っていうのをさ、ちゃんとこう狙ってさ、作ってさ、で当たるじゃない。あれが一番あるべき姿よね。 だけど僕はさこの曲が一番売れると思ってやったのはあんまり売れなくてさ B 面に B, B 面用に作った曲の方がさみんなからさ「あっちゃああの曲やっちゃよかったよ」って言われるのってさそれってひ逆ヒットメーカーになっちゃってるような感じだからさねえ良くないなって思いながらでもちょっとずつそこ でね、あのまあ視聴,視聴者目線っていうのかなどうなのかなあまあ好みなんだろうなっていうのもあるからなんかそこはこううまく寄せていきながら、えー、やっていかんといけないんだろうなみたいなのもねなんかブツブツ言いながら、えー、ひあの試行錯誤しているっていうところがね、えー、あったりするんですよあのよかったらあのおはがきとかでね、えー、この動画の こういう部分の説明の仕方とかってすごい良かったですとかねなんかうーんあんまマイナスなこと言われるとあの結構メンタル病んじゃうからまあプラスなね良かったところとかをえ教えていただけると非常にそこをねこ,うこれから伸ばしていこうっていうような感じになるからこの。 この動画あまり視聴回数良くなかったけど良かったですよとかっていう声でもいいしね、なんかもうちょっとフランクに見てくれて喜んでくれている人とのコミュニケーションができたらいいななんて思いますのでまあ動画のね結構コメント書いてくれたりしてすごい嬉しいなと思うんだけどなんかそこまで書けなかったとしてもこのまあいや、ハガキを送る方が あれかなちょっとハードルは上がるのかな。まあでも誰にも見られないラブレターみたいなもんだからさ、ね、あの、お気軽に送ってくれたらと思いますし、コメントとかもね、あの僕はすごいウェルカムなので、えー、いろいろね、あの、まあサイズのこととかでも全然ね、あの、いいですし、こういうの良かったよでもいいですし、こういうの見たいみたいなのとかでもね、えー、いいのね、書いてくれたりするとな、嬉しいなぁなんてね、えー、思いますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。 しますというような、えー、ポイズンのね、えー、お,話お話だったんですけどああああそうでも言いたいことも言えないこんな世の中そうだね。それは それが、あれだね、表現としては正しいね。言いたいことも言えないこんな世の中、うん、言いたい、そうだね。なんか、嘘はついてないよ。嘘はついてないよ。あんま良くないのにさ、ナノパフすごい良いとお勧めしてるのにさ、実はさ、いや、ナノパフすぐほつれるからあんま良くないんだよね、とか、なんか、ね、えー、暖かさがさ、いまいちだからさ、なんかあんま使い勝手良くないんだよね、みたいな。だけど、まあ動画の中だからさ、ね、なんかマイナスなこと言って良くないから良いって言っとこう、みたいな。なんかそういうのって僕は絶対言って、 言わないやらないようにしていてそんなったらもう言わない何も。うん、で「いまいちだな」っていうものはもうそもそもレビューやらないとかなんか、うん、悪いとこはなんかうんうまくうまくいうまく伝わるようにあのこう。 いいうようよにししたりしているなんか本当に悪いものってこれ何回も言ってるんですけど本当に悪いものってないと思うんですよ。それはあなたにとって都合が悪いだけであってそれ使い方が悪いんじゃないのって思うよ。でもこの,この考え方はあのこのウェアの話だけじゃなくてあの結構いろんな話に当てはまると思うんだけど本当に悪いものって結構ないんよね。うん 解釈の仕方の問題で、プラスに捉えればプラスになるし、というかそもそもがあな、あなたにとって都合が悪いだけでしょそれっていう感じなんだよ。うん。だからなんかね、あったかくないですとか、まさに、まさにその典型的で、このウェアはあんまりあったかくないので良くないですっていうのは、全然ちょっと意味,意味がわからない説明で、別にそんなにあったかい、 草を求めなないいいいところで使えばいいんじゃないのって思うよ、ねうん、かなんかマックス温かいものがあったとしたらこれのレベルは8ぐらいですそこまで暖かくないですだからよくないですっていうふうには絶対ならないと思ってて、えー、だそれは別にマックス温かいの求めない例えば、えー、2月とかじゃなくて12月とか3月とかに着るべきものなんじゃないのって思うしそれかまあ重ね着をしたりすればいいじゃん とかで逆にこう重ね着をするのがおしゃれだったりとかするしねえなんか人っていうかそもそも人によって違うしなんかねえっていうなのがあるからねえなんかうんあんまりなんかマイナスなものってないのかなあっていうのもね、えー、思っちゃうっていうのはまあまあある、うん、かなって思います。で、まあ、でももそんなのの含めて、えー、ここの中ではやっぱ 言えないなっていうのもね、あの、行ってきたんよね。そう。 でさ、あの、最近結構寒くなってきたじゃん。ね。12月に入ってさ、すごい寒くなってきて。で、寒いとさ、やっぱどうするかっていうと、まあ暖房つけるもそうだしさ。ね。だったらやっぱ着るものを増やすじゃないですか。まあ寒かったら靴下履いたりとか、靴下厚手のやつを履いたりとかさ。あとは、あのー、上着か。上着をさ、あの、1枚。 プラスしたりとかするじゃないですか、ね、えー、まあそれもねもちろんねこう寒さ対策としてはすごいいいんだけれども、えー、ついにね僕はですねタイツをあの履き始めましたっていうことで、あのーまあ、タイツのねなんかあれレビューみたいなのの動画をさ作るのってさなんか ね、あのど,どうなのかなと思うからおそらく多分作ることはないとは思うんだけどあのタイツっていいっすよねうんいいっすよねなんかさ、うん、まあ上着をじゃあ1枚追加し,したとしますよね上着1枚追加するとさやっぱ重ね着するとなんか動きにくい感が出るじゃないですかゴワゴワするじゃないですかね嫌じゃないですか ね、っていうのがまああるしあとそれがなんかこう寒い時に上半身のものを1枚こう追加するよりも下半身のものを1枚追加した方が1枚追加うんいや熱いものにしたりっていうのも含めようかそういう方がねなんかコスパよくあったかくなるんですよねじゃあコストじゃないコストじゃない動きにくさ ココスト動きにくさパフォーマンス的に良くなるんですよね。例えば膝掛けとかさ、ね、そっとこう、ちょっと上から掛けるだけって、別にそんなになんか、あの、快適性がなくなるわけじゃないじゃないですか。動きにくくならないじゃないですか。だけどなんかすごいあったかいし、あの、まあ、例えば薄めなスウェットだったのをちょっと厚めなスウェットに変えるだけで、結構、 高かったりするしっていうなのがあるので結構下半身をねこう攻めるっていうのは僕は結構好きなんですよ動きにくくなるのが嫌だからねそもそもがねそこが別にどうでもいいってなったら別にまた話は変わってきちゃうんだけどだからなんか下をね攻めたいなーっていうのはあるあるからおすすめしたくてそれでとタイツってさすごい良くてあとはあの、うん えー、まあコスト的にもそうよ。コスト的にもそうよ。だってヒートティックのタイツなんて1枚1000円ぐらいで買えるじゃないですか。で、洗い替えだとして3枚ぐらい買ったとしてさ3000円ぐらいで揃えれるのにこんなに暖かいじゃないですか。で、それをさ、あの、これ結構大事なんだけど、あの、炭素の中に収納しとくときにさ、すごいちっちゃくなるじゃないですか。 ね、パンツにちょっと毛が生えたぐらいの大きさでしまっとけるじゃないですか。なのに、こんなにあったかいっていうなのがあるので、結構ね、このヒートテックのタイツっていうのはね、すごいいいっすよねって思っているんだけど、でもこういうのってさ、動画にする <laughs> ど、どう思いますこれ。これを何、何いつものこの、いつ、 ものこの動画がさあのレビュー動画ポンポンポン,ンってある中にヒートテックのタイツってめちゃめちゃいいよっていうのを話すってどうなのかなとかねなんか考えちゃうよねまあこれがせめてパタゴニアのタイツだったらまあわかるけどでも絶対これ映えないしさあの再生回数も絶対伸びないしさ 再生回数も見ないっていのはトータルとしてあんまり求められてないっていうことなんだよね。やっぱりさ、派手なさ、アウターとかがみんな見ちゃうんよね。っていうのもあったりするから、とか考えちゃうんすよ。そういうの考えて、なんか、うん、言いたいことも、言いたいことも言わない方がいいんじゃないか、ポイズンみたいな風になってるんだけど、でも、王様の耳、アロバの耳じゃないけど、どっかでは言いたい。 だから、じゃあ、ここで言おうっていうふうなのが、まあ、ポッドキャストのね、ここのお時間だから、これを聞いてくれてる、あの、方たちには、ちょっと、本当にお勧めしておきたいなっていうなのが、実はまあ、ナノパフとかもお勧めしたいんだけれども、えー、ヒートテックのタイツを僕はお勧めしたいなっていうようなのが、正直なところでございます。はい。 あでもシートテックのタイツはそうだよな。でもまあコストで言うとめっちゃ安いよな。1000円だもんな。だってな。なんかこれをさ、あの、モンベルのさ、ジオラインとかさ、それこそキャプリーンのものとかに変えたらさ、どうなるのかなっても思うんだけどね。思うんだけどね。 もライバルが1000円っていうのを考えると、ちょっとな強敵だよな3枚揃えるってなると結構な、ね予算が必要だよなとか思っちゃって、でもさ、メリーノとかっていいって言うじゃないっていうのが、まあそっか、でも上のアンダーウェアって考えたら、そっか、なんでだろうななんで、なんでタイツになると、 そんなにあの渋くなるのかが謎だけどまあ上半身の方のねあのアンダーウェアだってまあキャプリーンとかだってそうだよねまあそれはあれかそもそもがシャツは着るものだからいや違うよな別にななんかなんか上半身のキャプリーンを買うよりあのタイツの方になんか1万円近く払う方がえー、高いなって思っちゃうんですよね うんでもメリノはやっぱ試したい。僕メリノなんかメ,メリノだと思って着てたアンダーウェアね、がね、あのずっとメリノだと思ってたんですよ。触った感じとかで。これ、まあメリノはこんな感じで、ちょっとなんかチクチク感があって、みたいな思ってたんだけど、なんかメリノじゃなかったっていうのが、あの、発覚して。だからメリノのね、あの、アンダーウェアって僕着たことなくて、それ着たいなーって、ずっと思っている。 だってなんかすごいいいいらしいじゃないですかなんかねえー、登山でもなんか汗かいても匂わないっていう感じだしなんかねこう着ることのできるレンジがすごい広いって聞くからさアイスブレイカーとかさ、ね、あのジオラインのメリノ入りのだったりとかさいろいろねこう調べるには僕もね去年結構調べたんですよだけどなんかその辺がいいかなと思ったんだけどやっぱ高い高いよ 一万何ぼぐらいするから、いやーどうなのかなとかも思いつつね。で、このキャップニンクールデイリーもさ、思ってるより良くて、うん。 あの、去年まではキャプリーンの、あの、クールデイリーより1個上のもうちょっと厚手なやつ、2, 2個か2個上かなもうちょっと厚手なやつを着てて、あ、結構これいいなってお気に入りで、それ2枚持ってるから、それでいけるなって思って、それも動画でお話ししているんだけど、それしか知らない時は、それめっちゃ最高って思って。 ダンスよ暖かいししかも耐久性高いしそれ1枚でもランニングできるしだ寒い時結構これいいなって思ってたんだけどもしこのねクールデイリーを今年手に入れてこれを着てみたら結構これよくてなんかね肌触りのこのすす滑りがすごい良い。 うん、滑りがすごいよくて本当ねあのトップスの方のヒートテックを着ているような感じになるからああこれもしかしたらこのまま冬でも困らないぐらいの暖かさちょっと分かんないからやっぱどうしてもさ熱いものって暖かいって思いがちになるじゃない薄いものの方が暖かくないって思っちゃうじゃないその辺ちょっとどうなのかなっていうのはあるんだけどやっぱ圧倒的に薄い方がさ動きやすくてさいいじゃんっていうのがあるからこれで結構たかかったら このクールデイいいよなーって思ってるんですよね。まあこれからね、あとつワンステップガツンと寒くなってね、次またガツンと寒くなるからさ、そうなった時にちょっとどうなるのかっていうのもわかんないんだけど、とりあえずね、結構僕はこのクールデイリーはおすすめしたいなって思う。うん マジでもうあの見た目的なおしゃれとかを考えなかったら T シャツ長袖半袖も含めて全部このクールデイリーでもいいんじゃないかって今思っちゃうぐらいにいいんですよね。まあ、やっっぱちょっとその だからさ、河川独特のこの着心地みたいなのはあるよ。なんか別にそれ悪いとは僕は思わないけど、ねなんか綿のさ、コットンの方がさ、着心地がいいっていうのもあったりするけど、やっぱ、こう、重ね着するとさ、あの、コットンはさ、 ちょっとね、なんかご厚くじゃないですか。で、なのもあるから、いやー、このクールデイリーな、ひらひら感ひらひら感ひらひら感ひらひらしてるんですよ。このひらひらしてる感じはちょっといいよなーなんてね、思ってて、うん、暖かさ次第かなって思っている。メリノどうなんでしょうね。パタゴニアでもメリノ出てますもんね。さすがにね、あれはちょっと高いなって思っちゃう。うん。 高い。うーん、でもなアンダーウェアって大切なんよねってね。靴下とかもそうだしね、靴下とかでもね、なんかメリノのとかってね、あったりしますもんね。なんかそういうところに、えー、こう、上、上着のねこう、上着とか、なんかパンツとか、結構外に見えるものも大事だけど、それ以外のところにも、えここお金をね、かけれるような、なんか余裕だったり、 がね、気持ちのまあお金の余裕もそうだけど気持ちの余裕だよねそんなところにまでもこうできるっていうのってさすごいなんかいいよね見た目じゃなくて完全に機能面なところでさそういうことができるっていうのはさ素晴らしいことだなって思うからまあねさっきの「一人りカラオケ」の話じゃないけどちょっと一つのまあ経験としてなんか使ってみても いいなーって思うけど、使、使ってよかったら、使ってよかったら、あと2枚欲しいとか言い出しちゃいそうで、ちょっと怖いんだけど、まあ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 、そんな感じのね、えー、あんまり、えー、メインの時の、あの、レビューの中では言えなかった、結構リアルな僕の、えー、クールデイリーの感想だったりとかね、えー、タイツのお話でござい、 ました。よかったら皆さんもね皆さんのご意見も聞かせていただければと思いますこのポッドキャストさ水曜日の22時に公開しているんだけど22時から1時間生で配信してみるっていうのもどうなのかななんてね今思って おります、まあ、リアルタイムでね、あのその時に聞いてくれている方が結構増えてきたら、そういうのもありなんじゃないのかな、なんてね、えー、思っております。その方がなんかこう、コールレスポンスで文字でこう打ってくれたものに関して話したりもできるから、結構ライブやりたいっていうのは昔からあるから、うん、どうなんでしょうね。はい。そんな感じで最後まで聞いていただき、どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。またねー。